こんにちは、ようくん町ブラチャンネルです。本日は大都会、北海道の札幌駅周辺を散策して、札幌の見どころ、そして街の作りはおおよそでも分かってもらうような動画でお送りします。よろしくお願いします。それにしても札幌駅、人が多いですね。北海道というとね、こんな感じで自然あふれる美しい大地を想像しますが、この札幌の街は特別感あふれる都会な街が広がってます。気になりますよね。それではいよいよ街を散策していきます。こちら札幌駅南口、繁華街方面の出口、どうですかこの都会っぷり。札幌市の人口は約196万人、全国の市の中でも横浜市、大阪市、名古屋市に次ぐ4番目の人口、東京以北最大の都市とも言われてます。ここで札幌駅とそれと接続する施設を紹介しておきますね。まず左側が大丸百貨店、そしてこの美しい駅舎が札幌駅。駅構内には奥にパセオ、手前がステラプレイスという施設で、このガラス張りの建物の下にはアピアという地下街が広がってます。で、右側がエスタ、そして今奥に見えてるビル、そう、こちらが JR タワー。おー、高い高い。この38階には展望室があるんですよね。撮影許可が出なくてね、展望台は映せなかったですが、別な施設から札幌の展望景色を映してますので、そこもぜひお楽しみにしててください。まあ仮に撮影許可が出てもね、これはさすがに映せないから、ちょうどいい写真があってよかったです。簡単に札幌駅に接続している施設を紹介しましたけど、もうお腹いっぱいになるぐらいにね、商業施設が溢れてますよね。でもまだまだ序の口、ここからいよいよ札幌の街を散策して、商業エリアから見どころまで見ていこうと思います。それではここ札幌駅南口から伸びる駅前通りを歩いていきます。この辺りはオフィスビルが多いですよね。ちなみにこの下には地下道が駅から伸びてて、それがね、大通りすすきの方面に伸びてます。で、こちらの看板を右に曲がると北海道庁があるとの記載が。早速ね、行ってみましょう。こちらが現在の北海道庁ですね。でね、このエリアには北海道庁旧本庁舎、これがね、見応えがあるんですが、なんとブルーシートに覆われてます。あー残念。本当はね、こういう姿で別名赤レンガ庁舎と親しまれてるとか。ちなみに札幌はこういう西洋風の赤レンガの建物が非常に多いんです。明治の頃、開拓で西洋風の建築が積極的に取り入れられたんでしょうね。それにしても道庁の敷地内、緑があっていいですね。まさに都会のオアシス的な存在。さあ、それでは道庁を後にして散策を進めていきましょう。道庁を出たら、先ほど札幌駅前通りに戻る間にはこんな通りが。いやー、いいね。なんかね、ヨーロッパみたいですね。オープンテラスのカフェもあったけど、あまりゆっくりはしてられないので、それではさらに札幌駅前通りを南へ進んでいきます。そろそろお昼の時間でお腹が空きましたので、こちらの通り沿いにあるラーメン屋さん、味の時計台、こちらで食事をしましょうということで入ります。こちら王道の味噌ラーメン、このバターがまた油を増してよりうまさを引き立ててくれます。やっぱね、北海道に来たら味噌ラーメンっすよね。ご飯物も頼みたくなっちゃうよね。ということでね、チャーハンを頼みました。こちらですね。ということで、時計台ラーメンの交差点お隣にはこちら時計台。クラーク博士の構想に基づき明治11年に建設されたんだって。ちなみにこの台から角度を変えて写真を撮るといいよみたいな案内がありましたよ。建物もいいけど、周りに植えられてる木、この辺りにね、味わい深いポイントかもしれません。なんか北海道らしいですよね。よく時計台ってがっかり名所みたいなの書いてありますけど、おそらくビル群に囲まれた小さな建物が原因なのかもしれません。あの建物がね、札幌じゃないところにあったらかなりね、際立つと思うんですよね。はい、時計台のすぐそばにはこちら大通公園、そして高くそびえ立つ札幌テレビ塔があります。登ってみましょう。ちなみに札幌テレビ塔の下はこんな感じ、札幌クラシックアピールされてます。ジンギスカンも食べれるんだ、いいですね。夏の日、札幌クラシックジンギスカン最高ですね。ということで展望室やってまいりました。当たり前ですけどね、大都会ですね。本当にね、雪国かというレベルです。で、こちら大通公園、東西へ伸びてます。右の北側が札幌駅、時計台方面、今散策したエリアですね。
そして左側が歓楽街すすきの方面でね、この大通りの公園の下には実は地下街が広がってます。こんな感じの地下街、そして大通り公園からすすきのにはポールタウンという地下街があります。これがね、すべて札幌駅の地下道から全部つながってるんですよね。やばいですよね。やっぱ雪の降るエリアだからね、地下街が発展したんではないでしょうか。恐るべき札幌。それでは今度大通りより南側を散策していきます。こっちがね、またすごいんですよ。ちなみに札幌テレビ塔の下でソフトクリームを食べました。これを大通り公園で食します。大通りより今度は南側を散策していきます。南側はまず順に三越、丸井、今井の百貨店があり、その後アーケード街のたぬき工事、そして皆さん大好きすすきのがある地区の順となってます。大通りから南側には路面電車が走ってます。逆に北側には路面電車が走ってないってことですね。路面電車はね、環状線になってるんだ。この地図だと左側が北方面、大通りより北側を走ってもね、需要ありそうなんですけどね。まあそれだけこの南側は主要な場所が多いということなんですね。現在たぬき工事エリアから映像を映してます。あちらの列車はさらに南のすすきの方面に向かってます。ということでね、たぬき工事のアーケード街の様子をちょっと見ていきましょう。こちらたぬき工事5って書いてあって、これはね5丁目ってことですね。確かアーケード街は7丁目まであった気がします。長さが約900メートル、北海道で歴史のある商店街の一つですね。もう映像を見てご覧の通りね、めちゃくちゃ栄えてますね。チェーン店のお店はもちろん、北海道特有のお店までひっきりなしに続いてましたよ。地下街もね、駅前通りの下にあって、地上はこれだからね、ほんとやばいですよね。たぬき工事はね、なぜたぬきかというと、言葉巧みに男を誘った女たちをたぬきとなぞられたのが由来の定説みたいです。最初北海道だからキタキツネとかでも良かったんじゃないかなと思ったんですけどね。まあそういう伝えがあるってことですね。たぬき工事の歴史は北海道開拓史を札幌に置いた頃、現在たぬき工事2丁目3丁目あたりに飲食店が立ち並んで、それが発展したみたいです。今は4丁目を歩いてますが、奥へ続く3丁目、ちょうど路面電車を返したあたりのエリアがその起源なんですね。ってことでドンキホーテ、こちらが先ほどの路面電車のあるところの通りとなります。これで、ある程度たぬき工事の様子が伝わったかと思いますので、次はさらに南方面、こちらをまっすぐ歩いてすすきのへと向かっていきます。さあやってまいりました、日本三大歓楽街、福岡中洲、新宿歌舞伎町、そして札幌はすすきの。この日課の看板を生で見るとね、なんか感動的ですよね。冬場雪が降る中のすすきの、その様子もね、生で見たかったものです。ネオンがキラキラと輝いてます。いやー、いいですね。自分はね、自然も好きなんですが、やはり明るいところに行きたくなる習性があります。で、この奥のエリアがすすきのの街となってます。路面電車が走ってきました。白いブラックサンダーと書かれてます。これね、空港でもたくさん販売されてましたよ。友達に3500円近くでお土産買ってきてと言われたらね、だいたいこんな感じで揃いました。このお土産はね、結構定番中の定番なので、ぜひ参考にしてみてください。ちょっと話が脱線しましたが、さあ早速すすきのの街の様子を見ていきましょう。すすきのといえばラーメン横丁、もう超有名ですよね。北海道に行ったことない人でも一度は耳にする単語だと思います。札幌ラーメン、いやー、これはね、歓楽街の後の締めのラーメンとかもとても最高でしょうね。こんな感じでお店の看板がたくさんあり、そこには味の特徴や麺の太さなど記載されてましたよ。これいいですね。迷いそうな時とか本当助かるんじゃないのかなと思います。これとは別にすすきのの交差点の近くにもラーメン横丁、こちらは新ラーメン横丁というみたいですね。こっちのラーメン横丁も、まあここに来ればね、もう間違いないんじゃないかなと個人的に思います。それにしてもね、札幌はラーメン屋さんが多くて迷いそうですね。北海道といえば北の大地、牧場みたいなイメージはありますけど、この一角だけはね、新宿を歩いてるような錯覚に陥りました。三大歓楽街の威力はね、ほんと強烈です。そうそう、この時ね、夏は暑くてもね、やっぱ夜は少し肌寒かったんです。T シャツ1枚でしたからね。ということで、こちら、札幌名物カレースープを食べて温まりたいと思います。バグバグさん、市内にいくつか店舗があるみたいです。まずはビール、札幌クラシック。やっぱ肌寒くてもビールは本能的に飲んでしまいます。
さあ、そして到着、この熱々のカレースープ、いいですね。北海道以外はね、意外とカレースープのお店って少ない印象あるんですよ。だから結構いつもより貴重な食事でしたよ。このスープをすくってご飯にかけて頬張る、これがね、正しい食べ方がわかりませんが、やはりね、格別に美味しかったです。これとね、ビールがまた合うんだわ。いやー、すすきの素晴らしかったですね。皆さんもあまり羽目を外さない程度に遊びに行ってみてはいかがでしょうか。ちょっと名残惜しいですけど、これから地下鉄に乗って一旦札幌駅方面まで戻ります。そこからちょっと電車に乗って宿泊先のホテルに向かうのであります。で、現在地下鉄南北線に乗ります。今日歩いた駅前通りの地下を走ってるイメージですね。だから道路があって地下通路があって、その下を地下鉄が走る3層構造になってるってことか。ちなみに南北線と途中平行に走ってるのが東方線、そして大通りを東西へ貫く東西線の3つの地下鉄が走ってます。この3つの地下鉄が全て集まるのが大通り、南北線、東方線が集まるのが札幌駅。要は東西線は札幌駅には行かないってことですね。というわけで地下鉄札幌駅到着。明日は札幌駅北口、そしてまだ映してない素晴らしい名所を映しましたので、ぜひ楽しみにしててください。それでは今日はこの辺りで散策を終えて一旦宿泊します。おはようございます。本日は札幌駅から2駅目の琴仁駅周辺グリーンホテルで一泊。琴仁はね、副都心的な街でもあり、市内のベッドタウンの色合いが強い街です。こちら琴仁駅周辺の様子はこんな感じ。おお、タワーマンションが建ってますね。お隣もタワーマン、タワーマンで、この下なのかな、テナントが入ってるビルがあったり、奥にイトーヨーカドーがあったり、なんかね、住みやすそうだし住みたくなるような街に感じませんか。 OK ってことで電車に乗って札幌駅まで戻ってきました。そもそもなんで琴仁に泊まったのって話なんですが、札幌はこの日平日の繁忙期じゃなくてもね、ホテルの値段が高かったり予約が取りにくい状況だったんですね。いかに北海道、そして札幌が観光地として魅力的かということをね、しみじみと感じさせられました。さあ、札幌駅構内でちょっとね、遅めの朝食をいただこうと思います。改札を出たところにある宮古シアコーヒー、札幌本社で市内に店舗が数多くあります。あとはね、東京に一部店舗があるみたい。皆さん知ってましたか？札幌の街歩いてたら至るとこにあったので、これはね、動画にした方がいいなと思って立ち寄ってみました。非常におしゃれな空間です。それではちょっと朝食を食べて、これから札幌駅北口周辺の様子を見ていこうと思います。札幌駅北口、お、なんかブルーシートで覆われてます。工事中になってますね。これなんでだと思います？そう、こちらなんと新幹線の駅設置のための工事中とか。現在函館まで伸びている北海道新幹線がいよいよ札幌まで来るんですね。冬になると千歳空港がね、吹雪いて欠航の際も本当助かるんじゃないかなと思います。その時ね、すごい混みそうですけどね。今後の札幌の発展がますます楽しみ、そんな感じです。そうそう、北口の周りの様子をね、簡単に映したいと思います。まずタワーマンションがあったり、ビル群があったり、もうこっちも都会ですよね。商業的なお店よりはオフィス街、マンション群が集まり、少しね、落ち着いた街、そんな印象を受けました。でね、やはり北口の見どころといえば、そう、勘の鋭い方はご存知、北海道大学。気になりますよね。じゃあ入りましょうということで、中の様子を見ていきましょう。なんか北大生になった気分。うん、気分だけね。門を入るとこんな感じ。まあ、他の大学でもキャンパスの雰囲気ってね、こんな感じかと思いますが、北大のキャンパスは何といっても植物と建物が大変素晴らしいんです。その雰囲気をちょっと映していきます。おー、西洋風の建物。開拓の地、明治頃だからね、やはり西洋文化の建物が北海道には本当にいいですね。この建物が本州、四国、九州、沖縄とかになったら一気に観光地化しそうですよね。北海道では当たり前のように大学敷地内に建ってます。そう、他には建物の特徴としてレンガ造りが多い印象を受けます。こちらは博物館ですね。今回行けなかったあの有名な札幌ビール園の建物もね、こんなテイストで。ほんとね、初めて来ましたけど敷地内に観光地要素がね、満載とは知らなかったです。これはいいですね。車の駐車の注意書きがあります。熊の手がまたね、インパクトありますね。気をつけましょう。
建物の次はやはり植物ですよね。この時は夏、天気が良くて緑が綺麗です。北大はね、ほんと様々な木が植えられてました。こちら白樺の木、北国らしいというかね、なんか神秘的なものを感じます。そしてそして、こちら北大のシンボル、ポプラ並木です。こちらは札幌でも指折りの観光地ともなってます。ポプラの木はね、枝が上に反り返って一つの木がほっそり見えるのがね、結構特徴的かなと思います。北大ってなかなか見応えありますよね。まあここだけでもね、一つの動画が出来上がりそうなくらいの規模ですね。あ、そうそう、これはね、もう絶対に映さなくてはいけない。クラーク博士、北大前身、札幌農学校初代教頭、クラーク博士映さないと北大の動画出せなくなってしまうくらいです。その博士の有名な言葉、少年よ大将いだけ。この像はね、大将抱いてとちょっとだけ柔らかいニュアンスになってます。時代の流れからでしょうか、真偽はわかりません。さあ、ちょっと歩いたらお腹が空きましたので、札幌駅ステラプレイスの中にあるこちら、トカチ豚丼一品さんで、丼ではなくね、ビールのおつまみになる焼き豚を注文しました。味付けも歯ごたえもね、マジで最高でした。皆さんもぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。以上、札幌駅周辺を散策する動画でお送りしました。このようなテストで全国の都市を旅します。ぜひ気になったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴大変お疲れ様でした。